あー、体が。何この高揚感。うん、血が騒ぐ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ディスコ戦隊踊るんじゃの誕生である。さあ、ダンスタイムの始まり始まり。ファンキーグルーヴ、夢が叶った。悪くない。みんなその調子。引き出されてる。これがグルーヴか。すげえ。やっほーい。これならファンク性も。この感覚は僕の星が。ああ、力が抜ける。ああ、ダメだ、これじゃ踊れねえよ。どういうことよ。ぐっ、片山、聞こえるか。あくまで憶測だが、グルーヴの力が足りない状態でグルーヴを使いこなせないハンバーグにディスコ戦隊を任せたのが裏目に出たのかもしれない。音楽をぶっ壊すのに俺がナッシュビルだけ歴史改変をしてたと思っているのか。お前たちがいくらあがこうがこうなる運命だったのだ。あんた黙りなさいよ。いいだだだだだ。わかったわかった。ナッシュビルにいるスペースドッグ、中継してくれ。ハンバーグたち、無法者、いや、ミラーボールマン、聞こえるか。うわぁ、犬が喋った。木村くん、美咲、ミラーボールマン、君たち3人にはこれからディスコ戦隊踊るんじゃとして改変された歴史を元に戻してもらいたい。どういうこと？川原さん、私？美咲、新しい任務だ。スパイはもうごめんだぞ。これからは宇宙のためにベースを引くんだ。美咲！よくわかんねえよ。ミラーボールマンは引き続き木村の監視だ。君の専門ではないが、ドラムもいけるで。よし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 、決まっていくで。承知。木村くん、実は君のお母さんから、いや、なんでもない。君にはディスコ戦隊踊るんじゃとしてよろしくしてもらうよ。やだ、現代に戻ってみーちゃんとグーグーズするんだい。みさき、私は踊るんじゃするけど。よし、歴史を守ろうぜ。片山、君はどうする？僕は星に戻ります。僕がいるだけで少しはファンク星も元気を取り戻すはずです。それじゃ
歴史の修正を頼むね。任務を終えた時にはファンク星に遊びに来てよね。主人公なのに蚊帳の外感がすごい。情報不足で本筋が見えない。君たちが成長するほどグルーヴは応えてくれるよ。そしてディスコ戦隊のソウルが君たちを導いてくれるよ。今日から君たちはディスコ戦隊踊るんじゃだ。まずは1980年12月8日ジョン・レノンが亡くなった日へ行ってくれ。行くわよ。さあ、物語へ行ってらっしゃい。 Back to the future。 しょうもな。これは58歳スナック経営、闇金と正法で生きるある母の気まぐれの物語。グーグー